福岡ソフトバンクホークス対千葉ロッテマリーンズのゲームを6番バッターロペス、ホークスこの回1点を入れています。さあ先制に成功、なおも追加点のチャンスを、ジャストミート掴んでアウト。2番バッター荻野、まあホークスとしてはこれだけ点差があるんで気持ち的に楽にピッチングできますからね。なるほど、そうですね。あっと低めいっぱい、すぐに追い込みました。このストレートは外れています。打ちました、セカンド取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。3番バッター上林、ツーアウトになっています。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。これで3アウト、試合終了。ソフトバンク打ちに打ちました、大量リード大量得点で勝ちました。